新種淑女物理学者の皆様、ミーナです。今日はうまい棒に関する都市伝説です。今日は私の父健三がうまい棒にカレー味が存在したというので調べてみました。ただ調べているうちに、このうまい棒のキャラクター、この何ですかね、ドラえもんみたいな、あの明らかにパクリの、2017年急にうまいもんという名前を名乗っています。なぜ2017年なのか。時は2015年、うまいもんが名無しだった頃、芸人さんがこの会社を取材するときに、絶対にこのキャラを社長の前でいじってはダメだというお達しがあったそうな、それくらいタブーだったキャラクターなのです。なのに今になってうまいもんとは確信犯ということが伺えます。その答えは、消えたうまい棒に答えがあります。では消えたうまい棒一覧です。カニちゃんこ味、それからパンチ味、サキイカ味、餃子味、カニシューマイ味、マメリカン味、豆ココア味、オムライス味。ちょっと待って、これは、これ見てください、明らかにバットマンです。そしてチョコピー味、これはもうスーパーマンですね。そうなんです、この会社ヤオキンさんはマーベルコミックではなく DC 派なのです。なのでこのうまいもんはフラッシュのパクリです。なわけねえだろ。しかし2017年、なぜうまいもんと堂々と名乗ったのか。それは藤子不二雄サイドと何か密約があったのではないでしょうか。まあ大人の話です。ちなみにうまい棒の大きさは原材料の価格によって大きさが異なるらしいのです。知らんかったやろ。なので原材料が高騰している現在、中身は小さくなっているらしい。美味しさはそのまま。知らんかったやろ。ということで、父が言っていたカレー味は存在したということです。父はまだ言います。うまい棒ならぬうまいバーがあったと調べてみました。なんやこれ、あ、うまいうまいバーでした。まあ半分正解。そんな感じです。ではまた。